皆さんこんにちは。今回も金ねじきチャレンジ、やっていきますよ。前回は、ボアルン無双をしたところまでですね。今回もボアルン無双をしていきたいと思います。ボアルンとか宇宙ポケを使ってしまい非常に申し訳ないでやんす。おそらく金ねじきチャレンジはこういう感じの、強いポケモンを引いてそいつを使い倒すというのが、主な戦略になってくるんじゃないかと思っているので、仕方ないですね。どうやらこのバトルファクトリーでは、どんどんポケモンを変えていった方が、後々有利になるらしいんですが、そんなことは知らないでプレイしているというのと、一旦自分の完成と土下座祈りだけでどこまでいけるのかを知っておきたいと思うので、好きなようにプレイしていきますよ。こいつ全然ポケモン変えねえなという風に思われるかもしれないですが、生温かい目で見てもらえればと思います。今回の相手は、ミノムッチ、コンパン、カブトの3体となっています。虫タイプを2体出してくるということで、無難に2本バレをして、炎タイプに変化しておきましょう。カブトに交代されたら引っ込めて、残っちカベロリンガで、カブトに対応していく感じですかね。今見返していると、臭い花も悪いポケモンではないということで、変えておいた方が良かったのかもしれないです。プレイして1回、そして編集するときにもうずっよ。というかカブト、よっぱ。1回目のチャレンジの時にこのカブトというポケモンを使いましたが、特殊耐久代わりと、終わってるのかもしれんわ。いくら2本バレで火力が上がっているとはいえ、ウェザーボールで確定2発ですからね。後出しで受けられないんじゃ、変えた意味がないわ。そう考えると、このバトルファクトリーではあんまり使えないのかもしれません。その辺の見極めをしていきながら、戦っていきましょう。ひとまずタイプ相性的に悪いカブトをさっさと始末することができたので、あとはウェザーボールを連打するだけの、簡単なお仕事ですね。若干ターン数を使わされてしまったので、2本バレが途中で切れてしまうかもしれないですが、別に抜群を突かれたりということもないので、特段問題はないでしょう。ラスト1機は、コンパンですね。ここも2本バレをして炎タイプに変わった後ウェザーボールをぶっ放せば、余裕のよっちゃんで勝ちですわ。なんなんだよこの中ポケ。今まで毛嫌いというか、弱いだろという風に勝手に決めつけていたんですが、めちゃくちゃ株が爆上がりしてるわ。毎パート毎パート、ボアルンをよいしょするだけの動画になっちゃってるじゃないか。別にボアルンがいかに強いかを証明する動画じゃないんだけどなぁ、おかしいなぁ。はいお言う。というわけで、格の違いを見せつけた勝利です。それでは、ご視聴ありがとうございました。